来ました。これが新蟹駅ね、蟹市ですね、なんですけどね、こっからね大変なんですよね。そう、まあ、ここに出てますけど、さっきまではね1時間4分あるんですけど、こっから組み立てに行こうと思うとね、ここで完成用意用が切るとって、1時間2分になるんですよね。44分、あちょっと時間ね、はい、まあ15分くらい、20分近く待っても来るかなって感じですね。こんな感じで、ちょっと分かりやすいですね。全線路線図だと分かりやすいですけど、これ完全に運用が消えてますからね。ここは完全にもう真っ赤い木になってるんですね。こんな感じで、川みたいですね。よかったよかった。はい、あれを押さえて。こっち側もちゃんとスタートになってますね。こっちはあれですね、下のこれ、こんな感じで。みたいな感じなんですね。で、奥はね、やっぱり JR の快速線か。ね、箕面だと、先にか、進んでる路線の、ラインになってるんですけど、夢、進んでるか、出てきたな。で、三滝ホームに行くときは、こっからまた別途通さなあかんねや。本線切符なんで、こっちは問題なく使えるはずですよ。時間はある、ちょっと駅の外出てみますか。よいしょよいしょ、こんな感じで、こっから先だから。でね、これこの路線図だとね、こっちがまっすぐつながってそうですけど、実際にはね、下のね神渡りの方から組み合わせがスーッとこっちに抜けてる感じですね。新宇南丸の方に。さあ、ここだけがねネックなんですよね。もう2時半ですからね。新幹線までは利用者も多いし、ここの辺りはね前も結構日焼けてますからね。でまた天気がもうえらい悪くなってきたんだよな。やべえな、雪降りそうだな。こっちの方はね十分降る可能性ありますからね。ここは蟹市のなんか、交流センターみたいになってるみたいですね。こんな感じ、エンディングゲームとか、新国際空港まで行く普通列車もね、ここから出てるんですね。で、あ、そう、こんな感じでね、あれだとまっすぐね、続いてそうな感じの、図になってますけど、完全にスイッチバックですからね、養老鉄道の大垣駅みたいな感じでね。ですから完全に、運用も消えてるし、まっすぐはつながってないですよっていうところがね、嘘ですよね。埼玉線の方がまっすぐつながってますからね、っていう感じですね。JR はここから上に登ってったら、頂上駅になっとったはず。あ、じゃないか、そこか。ここでも、あちらに、JR は蟹駅ね。あ、こっちでも、駅になってますね。高さが一旦超えると990です。なるほどな。じゃあ、三滝の方に、あれ、お手洗いってどこになるかな。あ、中や。三滝の方も行きますか。あれ、あ、起きた。さあ、でね、新蟹駅、で、今ね、三滝方面のホームに入ってきましたけど、ね、こんな感じでね、現場に来るともう完全に行き先表示もね、ここで、切れてますし、ここは本当に専用線になってちっちゃーくなってますよね。ほんでこっちはこっちでね、明智っていう風になっとって、完全にね、もう路線図ではちょっと分かりにくいところでね、こういう風に完全に分かれてる感じになってるんですね。本当大垣駅みたいですよね。から先がね、イービー大垣間以上にね、ローカル感が、ローカルな感じになってますかね。
食べるのがこんな感じですね。ホームの長さも短いですからね。2両編成だったかな、ですから蒲郡合理線とね、ここはもうザ・ローカルですからね。こっちの方が海の山のローカル感すごいですよね。しかし本当雪降ってきそうですね。これ大丈夫かな。御嶽山の方も夜も見えなくなってますもんね。この後大寒波が来るらしいんでね、やべえな。さああと10分ぐらいでね、発車の時間ですから、まあ言っとるって電車来ると思いますけどね。あ、ちなみにこっちは交通系 IC カード、この先はね使えやんよっていうね、ガンマゴールド、これも同じような感じですね。で、一つ大きくね、ガンマゴールドと違うのはね、ガンマゴールドは嫌いやしだとね、ガンマゴーリーはね、駅前自体はね、栄えとるね、あの名鉄の駅だけね、ローカル感がありましたけど、ただね、こっちの御嶽駅は本当に山の中の方にありますからね。昔は結構ね、名鉄多かったんですけど、こういう山奥のローカル駅ね、あの揖斐の方とかにもありましたけどね、あっちの方とかは残念ながら廃線になっちゃいましたからね。いや、今残ってるところだともう山の岐阜のね、カルカン漂うところっていうところの御嶽駅かな。普通ってなってますけど、普通しか来ませんよね。でも今旧国際空港に行くね、電車ありましたけど、多分あれは犬山でスイッチバックするんでしょうね。へー、出ないといけないよな。岐阜駅はね、分かれてるんだよね、完全にその新幹の、いや新宇沼の方から行くやつとね。まあ、それはまた岐阜駅で紹介しますけどね。よいしょ。こんな感じになってるんですね。まあ、時期の場合は通してしまえばいい感じで、時期じゃない場合は駅員さんに見つけてねっていう感じみたいですね。こっちのホームには時刻表示してる。向こうにしかないんだな、見たけね。入るところに確かありましたけどね。44分ですからね。いやー、風も出てきたし、ハードの滝ですよ。どっちかというと、カニの市街地、栄えてるのは西国とか、あっちの方のが、栄えてるになってるみたいかな。こっちはどっちかというと、ちょっと郊外な感じですもんね。住宅は結構ありますけど、ただ日本ライン今渡駅とかあの辺りの方の商業施設は多かった感じがしますもんね。まもなく一番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。普通御嶽行きです。旭市郷土御嶽口に止まります。一番線の電車は途中御嶽行きです。明石郷土御嶽口に止まります。こんな感じで横表示も全然出ないですね。